ごきげんよう、山口彩希です。今日は長野県に行きます。行きます。ということで、やっぱり日本のね、いろんな各地に行ってその紹介していきたい。パトカーや、追いかけて行ってる。誰やろ、誰を追いかけてんねやろな。ピポ鳴らしてないか。じゃああれはあれ、サムライやで。静かに静かに、うん、静かに、うん、サムライ、サムライじゃないか、なんていうの、静かに捕まえる気や。サムライってなんかなんとなくサムライって言ってみただけです。ということで、長野県なんですけど、まだついてないんだけど、まあ、酒田の方々に教えてもらった美味しいよっていうあのせんべいがあるんで。せんべいじゃない、カレー屋さんの話をしてくれ。あ、美味しいでっていうカレー屋さんの話を聞いて、でそのあ、そうなんですねって話したら、さっきサービスエリアに寄ったらそのカレーのせんべいが売ってたので、今から食したいと思います。なんか顔むくんでるな。いつものことですけれど、じゃあ今からちょっとこれを食べたいと思います。バンダイ、おーとととと、大丈夫かい、大丈夫かい。いただきます。めっちゃいい匂いするカレーのな。いただきます。うまー、カレー美味しいな。おいしい。これは止まらない。あ、捕まえてる。さっきのパトカーや、すげえかっこいい。捕まってます。笑ったんだよ。あ、ごめんなさい、笑ったとあかん、ごめんなさい、かわいそう。ちょっと災難、災難、災難でもない、かわいそうでもない、かわいそうでもない。そう、こう違反してるからな。皆さん、運転は安全運転で行きましょう。そして速度を守って、警察に捕まるからとかじゃなくて、自分の安全安心は自分でしっかり守っていくってこと。人にも危害を与えない、自分だけの問題ちゃうからね。もしこう事故してしまったら、後ろの車、前の車にもしかしたら何かね、こうあるかもしれへんからな。そこは気をつけて。それはアイギラのモットーやな。いやいや、お茶飲む、トロロロロ、いらんねいらんねということでね、まあもう十何年もずっと車移動ですからね、こちらは。はい、何ですか。カレーのせめ欲しい。どうしよっかな、どうしよ。後ろにあるよ。さっきもニキビできた、もう毎日毎日化粧してるから。はい、どうぞ。アイクはね、いつもね、あの家におるときはほぼすっぴんなんですよ。化粧せえへん、ほとんど化粧せえへん、いつも。ライブの時とか、ちょっと出かける時だけ化粧するから、ちょっとここ4日ぐらいずっとずっと化粧してるから、ニキビできちゃった。じゃんじゃん。トウモロコシ、なんか食べ比べところから、抽選で5名の方にトウモロコシをお送りします。はい、はい、ですので、お名前、お電話番号必ずお忘れなくようお願いします。はい。すごくない。1番から5番までお禁止ございますので、あの数字の前に置かれたトウモロコシをずつお取りになってお待ちください。そしたら手袋の方、はい、すごい、番号が分かる、はい、分かるように、順番に、はい、それで順番に1な2、転がすなよ、転がすなよ。3、5もあったらちょっと難しいな。4、おっ、待ちよ、白いな。はい、1、2、3、4、5、はい、みんな書いてますね。じゃあまず1いきます。うん、甘いな。ちょっと待って、真剣にいってるやん。次2いきます。全部糖度高いな。ごめん、これ3。全部落ちるんだよ。これ4。これ5、一番白いやつ。白いの美味しい、めっちゃ甘い。
でも1番が一番甘いかな、1番と2番が。1番と2番と5番が甘い。あとは分からん、全部一緒。品種の答えは直売所にあります。あ、そうなんですか、はい。直売所行っていただきますと何番が、もう分かるんですか、何番が何か、はい、ただこの投票結果はちょっと後日少し集計しないといけないです。こうやな、2番と5番が愛希の好みでした。まあこれは当たってるでしょう。これは答えは硬いですわ。全部食べます、美味しいから。レッツゴー、いってらっしゃい。トウモロコシお願いします。直売所でちょっと答えを見に行こう。なんかトウモロコシバービーやってました。ダービー、ダービー、ダービーは何や。間違えた、ごめんなさい。トウモロコシダービー、ダービーやな、ダービー、ダービーやってました。バービーもダービーも似てるからね。よし、ちょっとトウモロコシめっちゃ甘かった、全部ほんまに甘かった。生でもいけるやんって感じで。ちょっと待って、熱いから入ろう。トウモロコシ売ってる、サウズイン。あ、光の加減で見えへん。 OK、 いっぱい買いました。見て見て、オニヤンマ、ほんまも取られなかった。こっち回ってきて、お願い。一緒のとこ飛ぶって言うから、来た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 、こっち向いて、こっちお願いします、こっち。あー、向こう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 飛んでいってる。あー、向こう飛んでいったか。こっち来るかな、見えたかな。おまもんの鬼山がおったんですよ。あー、カメラで撮れてたらいいけどな、後で確認しようか。では、そういうことで、やはり長野県に来たということで、日本食、やっぱり何を食べるか、そう、そっぱ、そばです。やっぱりね、あの、日本の文化に触れる、そして日本食に触れるということはとても大事なので、皆さんにご紹介していきたいと思います。うわぁ、蜂がおる。ゴリゴリにおるぞ。蜂じゃない、アブや。今回のお店はこちら。じゃじゃーん。お邪魔します。向こうにもな、あんね、向こうにも。どっちがいいかわからんかったけど、こっちにします。で、絵描いてる、めっちゃ絵うまい。美術100ぐらいあるな。これ何、お吸い物。でかい、でかい、すごい美味しそう。いただきます。楽しみだぜ。じゃあお蕎麦からいただきます。美味しい、美味しい。これなんなの、これもつゆです。あ、そうなの。麦の道理、麦の道理。そこに、うん、あ、海苔だな、海苔な。まずは蕎麦の匂いを嗅いでみます。うん、わからん。
レベルが違う。レベルが違いました、皆さん。美味しい、めっちゃ美味しい。じゃあ、天ぷら食べます。これがいい、絶対これがいい。じゃん、でっかいやつ。天ぷら、これ何やろ。夏休みみたいな。全部完食しました。食べ過ぎやな。アギの方が食べてるやん量的にもう美味しかった。あまりにも美味しすぎてそば買っちゃいました。お持ち帰り家帰って食べたいと思います。ありがとう。うまかった。鬼山飛んでないかな。ああ長野には美味しいご飯が、そばがあったなんて。まあ水がきれいからなピントが合えへんね、絶対に。よっ、毛づくろいしてんねんけど。めっちゃ来てる、これ、だから言ってたやん、これがな。あ、ピント合ってしまった。みんな、キモいがな。ごめん。これが噂のアブです。あー、逃げたあのアブがなぜここに寄ってくるかなんですけど、まあ、あの子は気づいたでしょうね。あ、これは牛ではないと。そう、アブはエンジンかけた瞬間にでもシード入れてるから二酸化炭素が出て、二酸化炭素とあの排気ガスか、その熱とで、寄ってくんね、車に。だからエンジン切ったら寄ってけへんねんけど、もうエンジンつけた瞬間に飛んできたな。すごーびっくり。なので皆さん、アブには注意してくださいね。わかったかい。はーい。まあまずですね、さっきの蕎麦屋さんにはですね、キュウリが4本100円っていうめっちゃ立派なね、キュウリもあったんですけど、トマトも8個で300円。100円。8個で100円やで。安くね。安いよね。ちょっと鼻かがして、買い買い買い。多分、
ご自宅あのあそこの近く、まあ、お蕎麦屋さん の, あの農家みたいな感じで作ってるんやと思うねんけど、めっちゃでかいね一玉が。ちょっとアラマンで大丈夫かな。ちょっとここでもう服一緒色一緒やし、これここで拭きますわ。すぐで、すぐで、はい、じゃあトメード食べたいと思います。トメード、うん、うん、甘いな。このかいかいかい、このトメードはめっちゃ美味しいわ。どう思う？トマトでトメイドってなんだ。トメイドよ。トマトでいいやん。トメイドやん、まあ、トマトやけど、まあ、トメイドで聞こえてしまったんやと申し訳ないわ。私は普通にトマトって言ってるつもりやねんけど、まあ、トメイドって聞こえたやろ。トメイドって言ってたからな。めっちゃ甘いな。ちょっともうだんだん荷物が増えてきてますな。あー美味しかった。今からじゃあちょっと例の場所に行きたいと思います。行ってからのお楽しみ。じゃーん、来たかったところはここです。紀元2600年文化柱、文化柱です。ここになんと紀元2600年に当時の方がタイムカプセルとしていろんなものがこう埋められてるそうです。2700年に掘り起こすということで、すごい、もう言うても2700年なんて近いのにびっくりということで、長野県に来たら絶対ここに来たいなと思ってました。イエーイ。ということでちょっと中見てみたいと思います。じゃーん、こんな感じで屋根みたいになってて、この中かな、この中で多分埋めてあるんやと思う。わお、ここに書いてましたわ、タイムカプセルですやって。2040年元旦に開かれますって映ってる。文化財。紀元は2600年、愛や坂の日は昇る。すごくない？日昇ってきたけど、ほら3が1になった。なんか書いてるで、薄く。わお、見て見て、このさ、中に入ってきました。しゃがまな入られへん感じ。皆さん知ってましたか？こんなところに、長野県にこういう、タイムカプセルが埋められてるなんて。髪の毛ボッサボサやけど、さっきも歌ってたけど、2700年にまた掘り起こされるってすごいな。当時の方々はどんな思いでこのカプセルにいろんな思い出を埋めたのか、すごくねワクワクドキドキですね。2700年、楽しみでもあるんですけど、私もそこにはすごく興味深く、2700年を期待して過ごしたいなと思います。はい、ということで、めっちゃ太陽が照ってきた。歓迎されてる、もしかして。ありがとうございます。ということで今日もいろんな日本の文化、そして歴史、食、皆さんにお届けできましたか？今日は長野編でした。いつも見ていただいて皆さん本当にありがとうございます。あー眩しいけど、また次の動画も楽しみにしててくださいね。いつもありがとうございます。バイバーイ、山口あきでした。バイ。